皆さん、オンライン日本語 N3 漢字編へようこそ。私は講師の二階堂恵美です。このコースでは日本語能力試験の N3 レベルの漢字を学んでいきます。本コースは N3 レベルの読解対策用の漢字学習を目的としています。N3 の読解試験は150字から200字の説明文や指示文の理解を試す内容理解、短文、350字程度の文章の内容理解、中文、550字程度の解説、エッセイの内容理解、長文、さらに広告やパンフレットなどの形式の文章から情報を探し出す情報検索の問題などから成り立っています。すべての問題に N3 レベルにふさわしい漢字が含まれていますが、それらの文が理解できるかどうかが試験の要点になっています。ただ、漢字を正確に覚えるためには書くことも必要なので、漢字を筆順通りに書く練習も準備してあります。さあ、皆さん、一緒に楽しく漢字を勉強しましょう。第25課では、役員会議に関係する漢字を紹介します。第25課で習う漢字は、こちらの12個の漢字です。1、あらかじ、よ。2、はか、即。3、はん。4、ことは、段。5、3。6、い、よう。7、もと、9。8、みと、にん。9、ぬす、とう。10、けん。11、そな、び。12、いのち、めい。では、それぞれ見ていきましょう。訓読みは、あらかじです。皆さんも読んでみてください。あらかじ、あらかじ。音読みは、よです。皆さんも読んでみてください。よ、よ。あらかじ、よ。この漢字は、四画です。書き順や書き方などをよく見てください。1、2、3、4。もう一度書きます。1、2、3、4。それではこの漢字を使った例を見てみましょう。訓読みはあらかじです。よく副詞としてあらかじめが使われています。あらかじと読むときの例はあらかじめ用意しておくです。音読みはよです。あらかじめ、前もってという意味です。よと読むときの例は予定、予感、予告です。次はこちらの漢字です。訓読みは墓です。皆さんも読んでみてください。墓、墓。音読みは即です。皆さんも読んでみてください。即、即。墓、即。この漢字は12画です。書き順や書き方などをよく見てください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。もう一度書きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。それではこの漢字を使った例を見てみましょう。訓読みは墓です。測るは動詞として使われています。墓と読むときの例は面積を測る、温度を測るです。音読みは即です。測るという意味以外に物事の事情や人の心などを推し量るという意味もあります。即と読むときの例は観測、測定、予測です。